アストンビラダービーイプソイッチリーズレスターミドルズブラ、ニューカッスルサウサンプトンサンダーランドプレミアリーグ2001例2のクラブ、本拠地アーセナルチャールトンチェルシーフルアムトッテナム、ウエストハムプレミアリーグ2001例2のクラブ本拠地。ブラックバーンボルトンエバートンリバープールマンユナイテッド、プレミアリーグ2001例2のクラブ本拠地。 プレミアリーグ2001から0には1992から93シーズンにリニューアルされてから10シーズン目のプレミアリーグ2001年8月18日から2002年5月11日の期間にかけて行われたアーセナルが1997から98シーズン以来3シーズンぶりの優勝を飾ったイップソイッチタウンダービーカウンティレスターシティが降格した 同シーズンのフットボールリーグについては、フットボールリーグ2001から02を参照のこと。各チームのホームゲームの結果を記載。ホームチームから見て、勝利が、セーラン、敗戦が、赤ラン、引き分けが、コーラン。シーズン最多得点試合ブラックバーンローバーズ7から、1ウエストハムユナイテッドシーズン、最多失点試合プスウィッチ0の6リバプール1試合最多ゴール数。 トッテナムホットスパー3から5マンチェスターユナイテッド計8得点2001、02シーズン総ゴール数1000ゴール1試合平均得点2.6得点シーズン、連勝記録14連勝アーセナルシーズン、連敗記録7連敗ダービーカウンティシーズン、最多観客動員試合67。892人、マンチェスターユナイテッド VS。 ミドルスブラシーズン最低観客動員試合15,412人。レスターシティ VS。ミドルスブラシーズン平均入場者数34,249人。ありがとうございます。